豊臣秀吉の命を受け大友家の救援に駆けつけた戦国権兵衛は自らが率いる四国勢の団結力の弱さと士気の低さに焦りを感じていた。今の我らに必要なのは勝ち戦よ。戦にさえ勝てば士気も上がるというものを。だが軍法戦術に妙を得たとまで評された島津家久はこの焦りを見逃すほど甘くはなかった。殿、川下にも向こう岸にも島津の兵が。ここまで来たら後には引けん。まずはこの川を渡り切るのだ。他の最中を襲われ混乱した豊臣軍に家久が前もって潜ませていた歩兵たちが追い打ちをかける。時来たり、者ども天下人の軍を切り崩せ。チェスト島津軍の猛攻により戦国権兵衛は真っ先に敗走。残る四国勢も完全に粉砕する。こりゃいかん、命あってのものだれよ。引け、一人でも多く生き残るのだ。こうして越木川での戦いは島津軍の大勝利に終わった。しかしこの勝利はほんの始まりに過ぎない。家久はこの先のより強大な敵との戦いに思いを馳せるのであった。